西口外環東戸塚駅は神奈川県横浜市戸塚区品のお町にある東日本旅客鉄道の駅である。地域住民からの要望を受けて新設された西岸駅であり、横須賀線のいわゆる SM 分離に際して新川崎駅とともに開業した。乗り入れ路線は線路名称上は東海道本線であるが、当駅には 横須賀線専用線路上にのみ旅客ホームがあり、同線路を走行する横須賀線電車を呼び、湘南新宿ラインの宇都宮線横須賀線、直通列車のみが停車し、旅客案内では、東海道線とは案内されていない。湘南新宿ラインの東海道線高崎線、系統は全列車が快速運転のため通過する。当駅には、各路線ごとに、 駅番号が付与されている。このほか東海道本線の本線と横浜羽沢駅経由の東海道本線支線との分岐駅になっている。この支線は、東駅異性で旅客線と並行して小田原駅まで伸びる貨物列車線要線とつながっており、合わせて東海道貨物線と呼ばれている。 ただし、当駅の貨物線上には停車場が存在せず、列車はすべて通過する。また、JR の特定特市内制度における横浜市内に属する。当駅は、地元住民の一世紀を超える静岸運動の末に、新一開発工業社長の福原正次郎が、中心となって設置された、静岸駅である。大正期に、武蔵駅として、一旦開業が決まったが、 関東大震災により飛んだ。戦後、地元住民による10万人超の署名運動が、行政を動かし、官民一体となった運動が結実して開業した。1980年代に開業した比較的新しい駅であるが、1990年代後半からは、駅前再開発事業が行われ、百貨店やショッピングモールなどの商業施設が、 相次いで開業し、駅周辺では1990年代から2000年代にかけて、計5棟の高層マンションが建設され、市内では横浜港未来21地区に次ぐ供給量になっている。現在ではマンションなどの建設も進み住宅街としても発展している。JR 東日本ステーションサービスが駅管理を受託している、戸塚駅管理の業務委託駅。 島式ホーム一面2線を有する地上駅で、橋上駅舎を有している。エスカレーターは上下の双方が設置されているが、平日、休日とも午後5時30分以降は2つとも上り、専用となり、ホームに降りるには、エレベーターか階段を利用せねばならない。ホームの東側に、東海道線、西側に、東海道貨物線の線路が通っているが、ホームは設置されていない。 2020年度の1日平均乗車人員は44,389人である。JR 東日本全体では南浦和駅に次いで第75位。近年の1日平均乗車人員水位は下記の通り。主な駅弁は下記の通り。2017年現在、東戸塚という町名は存在せず、駅東口周辺は、品野町、西口周辺は、 川上町という町名である。近年は駅前再開発により商業施設や住宅地の充実で大きく発展している。東口では駅前再開発が進み、駅舎3階からペデストリアンデッキで再開発ビルオーロラシティや複数の高層マンションと結ばれている。西口には駅前再開発でもレラ東戸塚が建設された。 東口ほど大規模ではないが、商業施設やマンションなど住宅街を中心に近年発展している。横浜カントリークラブや戸塚カ,カントリークラブといったゴルフ場が比較的近く、バスターミナルから送迎バスが運行されている。駅から少し離れると、農地や果樹園、草原や小さな山々など未開発の田園風景が残り、開業が 比較的新しい駅の典型的な特徴がある。特に、駅のほどがやよりから、品野尾トンネルの間には、ひだ牧場がある。駅東口駅西口西口バスターミナル神奈川、中央交通、京浜急行バス、横浜市営バスが運行する、路線バスが発着する。神奈川中央交通、総鉄バスが運行する、路線バスが発着する。 横浜環状鉄道構想の停車駅として想定されている注車区出店。ありがとうございます。